はいどうも、ジャルダルクです。というわけで、今回も、コールオブデューティー MW2。早速ね、実況プレイやっていくんですけども、以前ですね、こちらの動画、はい、アレックスさんとオヌーくんで、死体打ちはしていいかどうかっていうね、まあ、討論動画を撮りまして、で、その際に、このゲームが、APEX みたいに、一般ユーザーが多く遊ぶようになったら、そういうね、陰湿的な行為ってのが、淘汰されてくるよね、っていう、まあ、真面目な話があって、まあ、最終的に、ぜひともコールオブデューティーを、JK とかがね、やってくれて、いやー、マジ AK 渋いんですけどとか、リボルバーのリロードかっこよすぎ、行きすぎとかね、まあ、そういう会話が繰り広げられるかもしれないわけですよ。ってことで、その来たる未来のために来るのかな、今現在ね、ちょっと MW2 やってる JK いませんかってツイッターで募集したところ、いや、ジャヌさん絶滅危惧種ですとか、そんなん探すよりツチノコ探した方が早いわとかね、もう散々言われて、僕のテンションもガタ落ちだったんですが、なんとリスナーさんの知り合いが紹介してくれて、 MW2 のランクやってる方なんかな。僕もちょっと今さっきツイッター拝見させてもらったんでね、全く前情報ないんですけど、ちょっとね、まあ、インタビュー機会ができましたので、どういう気持ちでこのショットアンクソ、ミリオタガオンタが喜ぶ素晴らしい神ゲーをやってるのか、リアル JK に聞いていきたいと思います。あ、ちなみに僕のチャンネルでね、女の人を出すと僕のホモリスナーさんが発狂して、コメントで女性叩いたり、あとジャンヌに近づくなとかね、チャンネル解除祭りが始まることがありますので、皆さん見る前に深呼吸してみてください。では参りましょう。はい、じゃあということで、じゃあヌーポさん、今、現在、高校3年生ってことで。はい。まあ、ラスト JK なわけですけど、LJK なわけですけど。ね、はい。ちょっといろいろと質問させていただこうかなと思います。はい。じゃあまず、初 FPS なんですか？初行く？初行くじゃ、初 FPS です。ごめんなさい。あ、初 FPS ですね。あ、初 FPS は COD モバイルです。あー、なるほど。なるほど。あ、それつながりで本家に来たって感じか。そうですね。珍しい。珍しいってか、まあ、結構ね、流れ的には多分皆さん理解できると思うんだけど、モバイルから、こう、本家っていうのは。ただ、実際それをやってる方、僕、実際見たことないんで、ほぼほぼ。いや、もう、COD モバイルの画質がゴミすぎて、はい、ちょっと、やってらんねえなーって思って。なるほど。じゃあ、ちょっとリアルな画質で遊びたいな、みたいな。そうですね。はい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 。じゃあ、その、コールオブデューティーモバイルは何年前にされたんですか？高校1年生の時なんで、2年前ぐらい。はい。まあ、ちょうどその頃って言ったら、荒野行動とかもね、まだ PUBG もまだ元気な頃かな。そうですね。という形で、いろんなゲームがある中で、コールオブデューティーモバイル初めてやって、うわ、めっちゃ面白い、みたいな。そうですね。はいはいはい。で、そこから本家に来て、で、本家のコールオブデューティーは、いつ来たんですか？去年の12月なんで、MW2 がそうデビュー作ですね。本家の初ですね。おー、はい。じゃあ逆に前作 MW2019 って言われてるやつだとか、ヴァンガードだとか、そういったのもやられてないってことで。そうですね、今作が初めてで。パッドですか、マウスですか？パッドです。じゃあなんでまたコールオブデューティーモバイルとか本家コールオブデューティーやろうと思ったんですか？そのApexとかってで、なんかこう近未来的な感じじゃないですか。このなんか近代戦っていうか、なんか特殊部隊になって、はい、なりきって走ってこう敵バッタバッタなぎ倒していくのがめっちゃ楽しいですね。ああ、なるほど。ちょっとその現代戦でリアルチックな感じの FPS ゲームがっていう。いや、最近の人にしたら珍しいですね最近なんて別にそんなん気にしない、楽しければいいっていうユーザーがやっぱすごい多いので、どうしてもね、ちょっと今の MW2 のそのリアル思考っていうのはあんまりこう日本では受けなかったりとかするんですけど。いや、それが好きですね、私は。おお、珍しい。いや、これ多分僕の動画見てる人視聴者はコメント欄多分めっちゃにっこりしてる、分かってるねこのお嬢ちゃんみたいな感じで謎のマウントのコメントあると思うんですけどみんなしないでね。で、じゃあちょっと次の質問なんですけど、学校でコールオブデューってやってる人います？全くいないです。ああ、ちょっと胸にぐさってきたなぁ。え、モバイルもやってない？モバイルも見たことないですね。モバイルも？いないです。モバイル結構人気だと思うんだけどなぁ。やっぱり、FPS やってるって言ったらみんなオーバーウォッチかApexかって感じですね。いや、待って、逆に、オーバーウォッチ入ってくんの？オーバーウォッチいますよ。学校オーバーウォッチでいるんだ。いますね。いや、なんか、オーバーウォッチとコールオブデューティーモバイルだったら僕、圧倒的にコールオブデューティーモバイルの方が人気かなって思ってたけど。いやぁ、やっぱオーバーウォッチの方が。そうですね。いや、僕が知ってる学校とかだったら、それこそ僕あの友達が学校の先生やってるんですけど、やっぱコールオブデューティーモバイルみんなやってるわーって言ってくれるんですけど、いないですね。いないですね。地域柄もあるとは思うんですけど、まあそうですね、はい、まあ誰もやってないということでね、ヌーポさんは一人だけ本家の方やってると、はい、はい、そうですねじゃあ好きなコールオブデューティー、ちょっと嫌いなコールオブデューティー聞こうかなと思ったけど、まあもうやってる作品がねモバイルと MW2 だけなんで、そうですね、なしにして、はい、じゃあちょっと MW2 で今現在好きな銃は何ですか？好きな銃ですか？はい、74U ですかね
あクリンコフ、はい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 、そうですね、あればっかり使ってます。マスカフ 74U ですね、いいですね、はい、まあ、至近距離強いですからね、めっちゃ強いです、サブマシンガンみたいな感じで使えるし、うんうん、じゃあ逆に嫌いな武器とかあります？使って苦手だなみたいな、SR 全般ですかね。あー、まあやっぱ慣れないとね、やっぱ最初はパッドだって難しいですよね。難しいです。じゃあ逆にキルされて嫌な武器とかあります？ KV です。あー、おい、これ見てる視聴者、 KV 今すぐ捨てろ。お前、日本のお前ラスト一人の JK 一輪の花がお前腐ってしまうじゃないか。 KV 捨てろ、見てるかアレックスさん、おぬうくん今すぐ KV 捨てろっていうことでね、ちょっとこの動画で宣戦布告もしつつ、いや僕はいつまでたっても女性と視聴者さんの味方なんでね、いつでもアレックスさんとおぬうくんとは縁切れるんで、はい、じゃあもう KV が嫌いということで。 KV 嫌いですね。具体的な武器の名前が来てくれて嬉しいな。ソフトくんですとか盾ですとか言ったらあーってなってたけど、具体的な名前出てきたら、あーなるほど、 やり込んでるなこの子ってなっちゃうな。いや逆にでもなんでもないんですけど、好きな実況者って誰かいます？ごめんなさい、おぬくんです。ふっ、おっ、よいしょ、あいつスナイパーライフル、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 ツワ切ろうかな。切ろうかな。もう嫌だ俺これ。え、ちょ、これがさ、アレックスさんとかみたいな、ほぼほぼ肩並べた同業者さんとか、グッピーさんみたいな感じだったら、もうね、あれもないんやけど、おぬーはもう一つだけ後輩なんですよ。僕の中で言ったら。後輩に抜かれるこの気持ちめっちゃ屈辱的やら。いや、まあ僕、寝取られ大好きなんで、まあまあ、全然いいっちゃいいんだけど、まあ、おぬーを寝取ってあげてください、ぜひとも。おぬくん面白いですからね、あの人なんかいい意味で頭おかしいと思います。この動画撮る前、うわめっちゃいい面白い動画撮れそう、ルンルンやったのに。じゃあ逆に嫌いな実況者いますか？嫌いな実況者、ピーを入れます。嫌いな実況者、ピーを入れてくれます？もちろんもちろん、ピーを絶対入れます。ちょっと普通にプロゲーマーの方なんですけど。はい。それはどうして？ちょっと、やっぱ理由はいいや、理由聞いたら多分特定されそうだね。やばいですよ。そう、なんとなく分かったわ。あー、なるほどね。あー、そっか。いや、なんとなく理由は分かった。そういうことか。いや、初めてだな、それ名前。あー、そっか。いや、これもへこむな、ちょっと。いや、やっぱ僕の知り合いなんで、やっぱへこむな。いや、全然悪くないですよ。視聴者さんはね、誰が好き、誰が嫌いっていうのは自由ですから。はい。何も悪くないんでね。嫌いを貫き通してあげてください。けど、もしよかったら次回作で好きになっていただく可能性もね、出てくるかもしれないので。そう。ぜひ。はい。いや、まあけど、ぜひとも、おぬう好きだったら誰でも好きになれるよ。そうなんですか？うん。誰でも好きになれるよ、あいつは。大丈夫。おぬうさんは。特質ですからね、あの人は。いや、多分この動画見て、多分おぬうくん絶対コメント書くから、ちょっとブロックしとかなあかんな、 YouTube。 はい、じゃあちょっと、じゃあコールオブデューティー MW2 の好きなところ、まあ現代戦って言ったけど、まあ、ゲーム性について好きなところあります？まあなんか時代背景で好きなところとか分かったんですよ、世界観でみたいな。うん、あります？やっぱ結構今作簡単っていうじゃないですか。あー、まあキャラコンがなくなったんで、そうですね、ゲームしとけば誰でもみたいなところありますか、ね、キャラコンがなくなった分リアリティ増したかなみたいな感じで、うん、とことんリアリティ追求しますね。そうですね。じゃ逆に直してほしいところ、まあ次回作 MW3 確定しましたけど、直してほしいなーとか、ここ壊してほしいなーみたいなありますか？全般的にゴミじゃないですか、このゲーム。めっちゃ辛辣やな。いやー、僕はこのゲームね、全部大好きなんで、はい、大丈夫ですよ。で、続けていただいて、武器の調節下手くそですよね。おい、アキビジョンスタッフ、インフィニティワード聞いてるか？お前、ゲーム経験とかそういうの全く知らない FPS 超初心者が、1年目でね、MW2 やって、まだ半年も経ってないけど、武器調整苦手とか思われてるぞ。いいんか？ JK でできることお前らできへんのか？いいんか、アクティビジョン。異様に強かったり、はい、異様に弱かったりありません、武器。あるね。もうこれ誰が使うねんって武器とかね。そう。めちゃめちゃこれが一択やんけ、みたいな。ランク民になって、偏りすぎてるんですよね、はい、武器が。まあそうですね、タック56バズネフとかありますか。タック56、そう。あれやめた方がいいですよ、運営さん。
まあそうですね、 e スポーとかになってくるとそういう意見も出てくるだろうし、普通の公開マッチでもひどいですからね、ひどいですね。じゃあぜひとも次回作 MW3 ではそういったのが改善されることをね願ってるっぽいんですけど、まあ今回ちょっとインタビューありがとうございました。じゃあちょっと最後に、はい、逆に質問ありますか。せっかくこうやってね通話する機会もなかなかないんで。そうですね、ありますか。おぬのことでも何でも喋りますよ、あいつの家の住所全部知ってるんで。逆におぬーくんの好きなところと嫌いなところ教えてください。あー、おぬーの好きなところ嫌いなところか。おぬーの好きなところは、いやちゃんと裏でそのまあ表ではあんな風な動画スタイルだけど、裏ではめっちゃ真面目だし、うん、めちゃくちゃ真面目だし、もうめっちゃ丁寧だし、すごいよいしょしてくる子なんですよね。例えば僕とかも全然裏では自虐ネタするんですよ、そんな大物ぶらず。なんかこう、いやいや俺なんてもうね、生配信しても閲覧50人だよと言っても、おぬーくんはいやチャンさんだったらもっと来ますよって、いやもっと再生数いきますよとか、すごいこうよいしょしてくれる子で、あすごい先輩思いだなってところもあるし、うん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 、嫌いなところはやっぱ他の配信者の名前出すから関わりにくいよ。間違いないです。うん、だってもうおぬーくんがやっぱハセシンさんの挨拶とかしてる動画見たら僕めっちゃ冷や汗かくもん。ハセシンさん見てたらハセシンさんめっちゃ嫌いになるだろうなみたいな、俺に切られないかなとかなっちゃう。いやーそうっすよね、なんかありとあらゆるとこ敵に回してません、あの人。そう、敵に回してるから、そこがやっぱちょっとね立ち回り的にもう大手だからそろそろやめてほしいなっていうのは。はい、私はあのスタイル貫いてほしいなっていう気持ちもあるんで、お姉さん頑張ってください。はい、と、はい、いうことでね、まあ、MW2 のラスト JK の話を聞いたところで、おぬの話だったかちょっと分からんけど、まあまあインタビューとしてはねすごい身のある会話ができたと思います。よかったらまあ皆さんこれを聞いてね、感想コメントとかあれば書いていってください。ということで今回は、ね、急遽でしたけどぬっぷさん、来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあまたね、機会ありましたら MW3 とかでね、まだ JK もしやって留年とかしてたらまた通話させてください。はい。はい、それではご視聴ありがとうございました。